人としてね、継続的にしっかり収入を上げていく、ここってめちゃめちゃ大事じゃないですか。今はね、ネットがすごく普及してるので個人でも十分ね、生計立てていけるぐらいの時代になってるんですよ。毎度はすみにさんです。今回はですね、コロナ倒産続出、今後個人で稼いでいくために必要なポイント4選ってことで話していこうと思います。今ネットで倒産系を調べると、もう日々ね、まあ、毎日いろんなところが倒産していってます。旅館、飲食、それ以外にも出版会社、ゲームセンター、サービス系の商売が軒並みダメージを食らってます。失業者が増えるってことは、再就職する人もいれば個人で生きていくっていう人も当然出てくるんですよね。でそうなってきた時に、個人としてね、継続的にしっかり収入を上げていく、ここってめちゃめちゃ大事じゃないですか。なので今これから始める人に大切な4つのポイントを話していきます。で、初めて私の動画を見られた方は、そもそもお前が誰なんだと思う人もいると思うので、軽く自己紹介を挟みます。いつも見ていただいている方は上の時間まで飛ばしていただけたらと思います。今現状31歳で会社を経営しています。営業代行という仕事で、私自身はその会社にタッチしなくても所得自体は入ってきている状態にはなってます。で、この YouTube では、私自身は名前書いてある通りような高校しか出てなくて、でもそこから社会にも生まれて、今こうやって会社を経営している状態まで来てるんですね。で、その間にもいろんなセールス販売をしてきました。建築、リフォーム、車関係、不動産、金融商品、飲食に、コーチングに、コンサルタント、太陽光に、蓄電池に、エコキュート、もうありとあらゆるものを販売してきました。で、今まで培ってきた中で、でも実際何が一番大切だったかなって考えた時に、私がいい方向に進み出したのは自分の考え方、思考を変え出した時だったんですね。多くの方はもうとにかくもう行動しろ行動しろって言って、行動を促してくる人たちっていうのが多いんですけど、でもこの行動を司ってるその手前、元は自分自身の考え方、思考っていうのがベースとしてあるんですね。この考え方がずれてたら行動もずれちゃうし、結果こういい方向に進んでいかないんです。なので私は、思考から人生は好転するっていうテーマのもと、毎日18時から動画を配信しています。で、基本的には私の身の回りの人からの相談であったり、 SNS、 この YouTube もそうなんですが、コメントであったり相談をいただいて、その相談をもとに動画を作成しています。もう生きていれば人はいろんな悩みが出てきます。私も当然出てきますし、今見てるあなたも一つや二ついろんな悩みがあると思います。ただその悩みを持ってるのはあなただけじゃないんです。その悩みをこうやって私とかにも発信してくれるだけで、その動画を撮ると間接的にでも誰かの問題解決につながったり、全然あり得ることなんですね。なので説明文のところに LINE アットの URL 貼ってます。なのでね、気軽にご連絡をいただけたら、それをテーマに動画に配信します。基本的に全ての悩みはこの思考から解決することができます。で、私が日々上げている動画の中でも、あなたの問題解決につながるような動画も当然必ず出てきます。なのでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで話を続けます。個人で稼いでいくために必要なポイント4選、1つ目、開業資金がかからない。今ね、開業資金がほぼほぼかからないような仕事って結構たくさんあるんですよ。特にネットに関してはかからないものがほとんどです。多少ね、サーバーであったりだとか、多少最低限かかってくるやつありますよ。ただ店舗を構えるために何十万何百万っていうお金がかかってくるようなことがないようなもの、これが一つ目にめちゃめちゃ大切になってきます。開業資金をかければかけるだけ回収にも年数かかるし、その金額が大きくなればなるだけ自分自身のリスクとして跳ね返ってきます。その代わり儲かり出した時のリターンはでかいんですけど、極力小さく始めてみる、これも一つのポイントです。2つ目、店舗を構えない。これね、飲食店開業したいとか、もう自分ね、もう昔からこういった夢があるとかっていう人はもう仕方がないかなと思うんですけど、今個人で稼いでいくにあたって店舗っていうのは正直必要ないです。で、店舗を構えるってことは当然月々の家賃も発生するし、それに付随して電気代だとか水道代とか、まあ、ありとあらゆるものがかかってきます。今はもう個人で自宅でとかっていう開業っていうのはすごく多いので、そこまで店舗っていうものにこだわる必要性は僕はなくなってきてるかなと思います。次、3つ目、これも重要です。在庫を抱えない。これはね、いかにこう毎
月毎月の自分が抱えてるお金を減らしていくのかっていうのもすごく大事で、商品を扱うような部分で言うならば、自分自身が抱える必要性は別になくて、自分とつながってる提携してる会社が、まあ当然いくつかあると思うんですよね。そこに在庫がある状態で売れたら発注かけるっていう状態のもの、これを一旦自分が仕入れて販売するってなると、どうしてもやっぱりこの物自体の保管場所も出てくるし、この物自体の商品ですよねっていう抱え込みが出てくるので、いざね何かいろんな影響が起きて売れにくい状態になってしまうと、常にそれを抱えてしまうリスクっていうのが出てきます。なので商品を抱えない、これめっちゃ重要です。次、社員を抱えない。で、大きくなればなるほどこう社員をどん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 増やしていく、これが今までのこうセオリーみたいなものなんですけど、でも今はちょっとずつ変化してきてます。これはそれだけ今個人の人たちっていうのが実際まだ増えてきてるんですよね。で、そうなってきた時に自分が一人じゃもうカバーしきれないぐらいの仕事になってきた、そうなってくるとまた別の個人の人に対して外注に出すっていう考え方です。これめちゃめちゃ大事で、これをすることによって大企業がめちゃめちゃ抱えている問題点、人件費っていうのを全く払わないで済むような状態になってくるんです。その代わり当然主軸となってくる自分はとにかく仕事を取ってくるっていう状態を作らないといけない。これはもう最低条件です。じゃないとその外注に出してる人たちっていうのも当然生活があるわけで、もしうちで稼ぐことができないっていう風になってくると当然よそに行っちゃうわけなんですよね。なので私自身も今営業代行って形で、まあ、いろんなね商品の販売をしてるんですけど、今当てはまってこの4つっていうのは全部クリアしてるんですよね。で、ホリエモンさんも毎回ね別の動画でちょっと自分で話してた時があるんですけど、もう今のこの時代100万もかける必要はないみたいな動画をねホリエモンさんこう上げてたんですよ。もうまさにあれ事実だなと思ってて、昔はそれができなかったんですよ。ほとんどがもう店舗を構えるようなもの、人を抱えるってなったら当然大きい自社ビルであったりテナントがいるとかっていう形になってたのが、今はねネットがすごく普及してるので個人でも十分で生計立てていけるぐらいの時代になってるんですよ。なのでこれから個人でビジネスを始めるっていう方に対して必要なことを4選っていうのを話したんですけど、後半戦にじゃあこの4つをクリアした商売って何になるんだろうってことで、それをね私が知る限り話していこうと思います。それでは一旦終了です。どうもういっす。ということで後半戦話していこうかな。で、まあスタートお金もかからんし、店舗なくてもできるし、従業員抱えんでもいけて、まあ開業資金もねほとんどかからへんっていうジャンルで言うならば、まあまず一つはね、まあ今見てるこの YouTube よね、これはもう全くかからへん、家でもできるしスマホ1台でもできる。始めると思ったら今この瞬間動画撮ることだって正直できる。で、次にまあブロガー、まあこれも一つよね、文字に起こしてこう記事をね投稿していく、これもできるし、アフィリエイトよね、これは YouTube やりながらのアフィリエイトもできるし、ブログやりながらのアフィリエイトもできるし、アフィリエイトって一言に言ってもめちゃめちゃ種類があるから、ただスタートで対して金をかかってくるかって言ったらそこまでかかってくるものではない。ただね、インフルエンサーね、自分自身の影響力を使って、まあ、商品を販売したりだとか、まあ、企業からの依頼を受けてね、まあ、宣伝する、まあ、こういったものも全然あるよね。あとは何かしらのこのシステム販売っていうのも実際商売としてはあって、よくねネットとかで言うんやったら、まあ、自動売買ツールとかバイナリーオプションのツールとか、例えばツイッターのツールとかインスタツールとかって、まあ、ツール自体は結局いろんなものがあって、まあ、そういったコンテンツっていうものを売っていく。それはもう商品を持ってる人たちっていうのが世の中に実際たくさんおるから、要は集客さえできるようになればそういったものの販売っていうのも全然できるようになってくる。次、正直めっちゃ最強ジャンルで言うとコンサルタント、コーチング、セラピストとかっていうようなジャンル、これすごく難しく捉える人も多いかもしれんけど、実は副業から始めてる人っていうのは結構多くて、僕の周りでもそのコーチングとかやってる人でもこうサラリーマンやりながらとか土日休みの日だけとかっていう感じでやってる人たちも実際はおる。で、リアルの部分でこう SNS とかって全然強くなかったって、こう自分のね休みの日とかにそういったこうイベントみたいに参加して実際こうクライアントを取るっていうようなやり方をしてる人もおるし、でコンサルタントっていうのは基本物事こう教える人なんやけど、まあ、基本的に知識は武器なんよね。コンサルタントとかコーチングとかってすごい強いジャンルやなと思ってて、もし自分の今貯金っていうものもなくなって、例えばスマホもない何もないもう手ぶらってなったら何するって言われたら、俺は間違いなくコーチングコンサルをするもんね。なんでかって言ったらスタートに何一つお金かけんでもスタートできちゃうから。で、現に俺は一番最初パッとお金を掴む時に何したかって言ったらコーチングが一番早かったね。スタートとして直接リアルに人と会って
契約を結ぶっていうようなやり方をしたんやけど、それくらい一回こう身についた能力っていうのはとてもこうやって一回こう身につけてしまえばずっと使える能力っていうのは実は結構あるのよね。でコンサルタントとか教えるっていうジャンルになるとこう常日頃ね自分も新しい情報を掴んでとかこう提供できるものを与えていかなあかんねんけど、コーチングっていうジャンルはその人自体の問題を中から引き出していくっていうのが基本ベースとなってるから、その技術をね学ぶと、まあ、ずっとやっていくことはできる。こんな感じでほとんどお金をかけんでもやっていける商売っていうのは実は結構あるんよね。あとはこういった情報を知りました、でそれに対して、まあ、俺はずっと動画でも言ってるけど、それを1万人が知ったら実際それをやってみるのが1000人おって、そのうちの1000人の中でも継続できる人は1人だよっていう、もうここなんよ。でさ、俺は思考から人生は好転するっていう部分で一番根本何が大事って言われたら、俺はもう自信しかないと思ってるよね。自信があるからこそ何かしらやってみようかなとか、俺やったらできるかもしれんとか、何でもやってみようとかっていう気持ちって、これどこからスタート来てるかって言ったら自分自身の頭、もう自信よね、今までやってきたものからのベースがあって、でやってみようっていう決断に至るで実際に行動に移すっていうこの流れやから、だから行動までいけへん人っていうのは基本的に自分自身の考え方、思考、自分自身の自信、確信度っていうのがやっぱり低いっていう人がやっぱ多いよね。同じチャンスが目の前に現れたって、よしそれやってみようかなって思える人と、いや自分にはできへんわって思っちゃう。でもこれって誰が決めてんのって自分自身であって、周りの誰のせいでもないわけなんよね。で人ってこういろんな形でこういろんなチャンスっていうのは常日頃いろんな形で流れてるけど、それを掴むのか掴まないのか、もうここが運命の差があって、しかもそれをチャンスと思うのか、それともいや怪しいものやとか危ないものやって思うのかっていうのは、もう当然その人の思考考え方がベースとしてあるんだよね。だからどんなことでもやってみようかなとか、これやっぱやらなあかんよなって思ってるんじゃなくて、もう次のステップ、とにかくやってみよう。でこういったその今紹介したその副業とかっていうジャンルで言うならば、失敗したってもう死なんか絶対言い切れる。ブログやってて失敗して死んだ人聞いたことないから。俺大概のことはやったって変え、次また別のチャレンジできるし、どうしてもそのビジネスうまいこといかんって、もう2年も3年もやってやる、もう全然もうあかんってなるんやったら、じゃあ別の仕事次チャレンジすればいいだけの話やし。でさ、2年も3年もやるっていうか、そこまでいかん人が大半なんよ。やってみてけど、なんかここわからんしとか、ここつまずいたって言って気づいたらもうやめていってる、もうそんな人ばっかりやから。でも石の上にも3年とまでは言わんけど、半年でもやってみたら自分なりにね、じゃあよっぽどじゃない限りある程度結果出だすから、誰だって。だから YouTuber とかでもとりあえず最初100本あげましょう、だからとりあえず100本あげましょうとか、とりあえず始めてみましょうとか、毎日投稿やりましょうとか、記事も毎日書きますよとか、ブログやったらって言って、いやそれ何が言ってるかって言ったら、本質的にはとりあえずなんか文句言わんでもとにかくやりましょう、もうそこないの。もうここがないとやっぱ始まれへんから。で、失敗は怖いって思うかもしれんけど、でも失敗っていうのはすごくいいもので、それがあるからこそ、当然次はこうしていこうっていう自分の中での強みになってくるんよね。で、僕が知る限り、失敗したことない経営者なんかおらんし、失敗したことない経営者は絶対どっかで大きい失敗をするんよね。っていうぐらい、失敗なんかつきもので、で、失敗と思うから実際、そこってどうなのって思うし、俺はこれも考え方で、このやり方は失敗っていう一つの成功体験っていう考え方、これアインシュタインの考え方なんやけど、俺結構好きで、こんな感じで何でもこう全てはこう考え方なんよ。だからこんな時やからこそ何かを始めるとか、家でさぼーっとしとったって何にも自分の現実は変わっていかへんし、状況良くなるんかって言ったら良くなることなんかまずないから、自分で掴みに行くぐらいの分からんなりに暴れてみる、もうそれが一番何よりも大事よって感じでね、まあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。それではまた明日。では